京から大阪まで汽車で行くとおよそ12時間かかりますが、それをわずか9時間で行く特別急行列車つばめ号のことを皆さん知っていますか？これが2等車の中、展望車。つばめ号はこんな風につながっています。大阪から東京へ着いたつばめ号をそのままで大阪の方へ回れ右させるにはどうするか、よく見ていてください。さあ、これで大阪の方に向きました。いよいよ東京出発です。午前9時。食堂車の中、狭いお台所でおじさんたちがお食事を作っています。途中の駅では先に走っていた普通列車が止まっている横をものすごい勢いで追い抜いていきます。そして朝の9時に東京を出たつばめ号は夕方の6時にはもう大阪へ着くのです。北海道を北端に走る特急つばめ、今日はつばめの車内から電話をかけられる時代となり、10月12日国鉄自慢の列車用誘導無線電話の公開テストが行われました。徳川無生さんがまず奥さんを呼び出して初通話を試みています。あ、もしもし、あの多少ね、多少何かあのガラガラっての音聞こえないかね。そっちにはちょっと聞こえない。ああ、そうかね。ああ、まあ、非常によく聞こえるってことは、これはまあ、透明でしたわけだからね。東京に続く川崎市、横浜を過ぎ保土ヶ谷あたりにかかると昔の街道の姿がわずかに忍ばれます。小田原に差し掛かると箱根の山々が見えます。列車は丹那トンネルに入ります。今はそうした川にも立派な橋ができ、列車や自動車ですぐ渡れるようになりました。名古屋を出た東海道本線は濃尾平野を一気に走り抜けていきます。関ヶ原の峠を越え米原を通って琵琶湖のほとりに出ます。
琵琶湖を取り巻く近江平野は昔から米の産地で、京都大阪に近く早くから開かれた地方です。大阪山のトンネルを出ると昔の都だった京都です。昔は東京から京都までの東海道の旅は半月もかかりました。東海道は京都が終点でしたが、東海道本線は大阪、神戸へと伸びています。昔の東海道は江戸と京、大阪をつなぐ大切な街道でした。今の東海道は東と西の日本の産業を結ぶ交通路となり、その沿線に多くの人口を集め、各地の産業や文化が盛んになりました。東海道は今や我が国の産業、経済、文化の発展を預かる大動脈として、東京、名古屋、大阪、さらにその沿線の東海地方をしっかりと結びつけている重要な交通路となっています。模様はニュース映画で公開された。国鉄で一番力の強い新型機関車に新しい軽金属製の客車を引かせる快速列車の試運転が12月12日から東海道線浜松金谷間で行われました。時速120キロのスピードに伴う車体の振動やレールの影響が細かく記録されています。東海道全線電化とともに東京と大阪を6時間半で結ぼうという国鉄ご自慢の超特急です。緑の東海道を突っ走るのは、近くお目見えする国鉄ご自慢のデラックス特急朝風号。二重ガラスで密閉された車内は完全冷房の快適な乗り心地です。日本最初の一人用寝室は至れり尽くせりの素晴らしさ。万一の場合はこれで窓ガラスを割っていただきます。こうして旅は年ごとに楽しくなっていくようです。11月1日午前7時、国鉄ご自慢のビジネス特急こだまの第1便が華々しくスタートしました。東京大阪間を6時間50分で結ぶこだまの車内はデラックス版、至れり尽くせりのサービスぶりです。スピードアップを目指す国鉄のチャンピオン、こだま。7月31日、狭いレールにおける世界新記録を目指してスピード試験が行われました。山中選手並みのラストスパートでした。東京大阪を3時間で結ぶ東海道新線は目下測量の真っ最中。新三名トンネルの工事もようやく本格化しようとしています。
時速250キロの弾丸列車の模型を使って風圧を調べる水槽実験。超特急のスピードに耐えるレールのテストも慎重に。国鉄の新しいスターはこうして作られていくのです。東海道新線、すなわち新幹線時代の幕開けである。このほど国鉄ご自慢の東海道新幹線の試作電車が出来上がりました。白な車体にブルーの線が流れるスマートな出来上がりです。運転台には最新式の自動制御装置がついています。国鉄では初めての広いレールを時速250キロで走る夢の超特急。デラックスな乗り心地に戸郷総裁もご満悦です。大阪まで3時間の旅をというわけですが、特急料金もお安く願いたいものです。東海道新幹線の最大の難所といわれた新丹那トンネル。着工から丸3年、12人の犠牲者を出したこの難工事も、9月20日、貫通の朝を迎えました。最後の葉っぱにスイッチが入って、総工費36億円、全長7905メートルの新しいトンネルの誕生です。肌寒い構内にこだまする歓声。新幹線工事はオリンピックを目標に、いよいよピッチを上げてきました。新幹線を走る夢の超特急のスピードテストがこのほど鴨宮と相模鉄橋間20キロのテストコースで行われました。車内では慎重に数々のテストが行われています。モデルカーはぐんぐんとスピードアップ。ついに速度計は新記録の190キロを示しました。上々とのこと。250キロという夢のスピードを生み出すのも近いことでしょう。夢の超特急光号の晴れ姿です。列車の運行状態はいながらにして一目でわかる仕掛けになっています。デラックスな超特急を見ようと一般公開には長い列ができました。ゆったりとした座席、ビュッフェでお茶をどうぞ。まさに夢の超特急です。にっこり笑ってテープを切る石田国鉄総裁。めでたく東海道新幹線の誕生です。新しい時代の期待を担って超特急光号は静かに東京駅をスタートしました。広々とした車内は座り心地も満点です。あっという間に熱海を越え、富士山の裾野を走って、ツートンカラーの優美な巨体は鮮やかな直線を描いていきます。ビルの並ぶ名古屋を抜けて、さらに京都へ。時速200キロ、高速道路を走る車を次々に抜き去って光号はますます快挙。
はスポーツと競争で、東京を後にして4時間、歓迎に沸く新大阪駅に無事到着しました。来年には3時間になるという世界一の快速列車です。